金沢のね、おかみみたいですか。まあ、結んでるだけで金だけどですね。さて、市民の村では、無事、オービドソードを鍛えて、それに、ルーランまで行って、帰ってきた、レドとカリタのことで、今も、持ちきりでした。二人も、もちろん、いい話しかしませんでしたので、ああ、良い継承者ができたの。村を救う勇者だの。散々もてはやされ、二人は、ちょっと、いい気になってたかもしれませんね。だって、あなた方だって、そうでしょう。それで、レドの祖母の魔女、グーナが、レドについてくるように言うまで、今日もレドは、ポッと遊んでいました。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ところで、思い出しましたけど、目のパッチリした集団装甲系の獣、要するに草食動物みたいな走り方をする獣は実は草食動物ではないと申しました。むしろ酒飲んで、植物性の酒を飲んで、発酵植物うわーってやってる棒の方が案外草食って言いましたけど、そのグーはなんとポッを食べるんですよね。ポは本当に幼児、胎児、ビガハイみたいな、そういう形の原始的な陸上の哺乳類なんですけど、うわ、ビガハイが歩いてるみたいな、そういう原始的な哺乳類ですけど、それをこそグーが好むんですよね。案外凶暴。しかし、めったにポはいないので、ポにありつくことはほとんどないグーたちはお腹を空かしています。しかし、普段は、草食なんですよね。ほぼ草食なんですけど、ポを見つけた時のグーたちの凶暴さといったらもう、あなたたちの比じゃありません。